めちゃくちゃ素敵な方が通ってったので声かけていきたいと思います。我々ライラックスが無理やりお金渡すんで回してくれ。お、なんかでも音がおまけおー、ライラックスあれご機嫌じゃないですか今日。恥ずかしい。ちょっと声が響くんですけど、ここ東京秋葉原よ。そうです、はい、大阪からはるばるですね、こちら東京のこちら 41PX 秋葉原店さんに お越しております。いや、はい、お越しております。はい、今日はですね、はい、何をするのかというと、うん、まずノンさん、うん、ライラックスガチャってご存知ですか？おー、そう知ってる。あの、あれやろ、はい、赤字垂れ流しの採算の合わない企業の一環として、はい、ちょっとこれやめましょう、やめましょう赤字なのがバレたので、ちょっとやめましょうまああれね、プロモーションには、はい、プロモーションの一環ですね、はい、一環としてやらせていただいてるんですけども、うん、今日はですね、そのライラックスガチャがどんなものなのかっていうのをね、ちょっと動画にちょっとさせていただこうかなという企画で、はい、あ、それできたのね。はい、そうです。今日はですね、うん、まあただガチャを紹介するのじゃ面白くないというところで、はい、天の声、なんか今日、うん、ゲームさせていただけると。ゲーム？何？俺がゲームできるの？うん、ゲームです。僕とノムさんの対決。あ、対決ね。はい、ルールですけれども、うん、はい、新薬とノムさんが、うん、お客さん、うん、1人ずつ選んでください。1人ずつ、1人ずつ、おお、誰でもいいんですか？誰でもいいですよ、うん、店内にいるお客さんを、はい、独自の目線で選んでください。はい、はいはい、その方に、うん、ガチャ10回分を3万円分ですね、はい、3万円分プレゼントしようかなと。おお、これ どうすれば勝ちになるんですか？もちろん上位賞が出れば、あ、当てた方が、もういきなり特賞みたいなの出したらもうそれで終わり。そうですね、ちょっとね、なんかよくあるお金配りおじさん企画みたいな感じで、ガチャ回させおじさんはい、okay、じゃあ一人選ぶためにね、はい、41PX さんの中、はい、入っていきたいと思います、はい、撮影許可だけはいただいてるので、撮ってるからね、はい、はい、じゃあ行ってみますか。はい、行ってみましょう。はい、騒ぎすぎ、僕らは自由だみたいな感じで、声が声です。いや、声よ、お前、いやいや、お次おった、びっくりした、看板やん、それ看板やん、等身大のさ、こちらですよ、ノムさん。これがライラックスガチャなんですけど、これ、はい、もう4と5と当たっちゃってるよ。あと3、2、1で、この1とかはこのライラックスガチャ限定の、はい、実行塗装されたクリス・ベクター。これだ、ぶっちゃけ10万とか余裕で超えます。でも余裕で超えますよ、商品ね。ちっこいです、暗いところ光るんですよ。これ当たったら持って帰っていいの？あの、お客さんが、あ、あ、じゃあ、あれね、回したお客さんが持って帰れるシステム。そうです、そのまま持って帰れる。めっちゃラッキーやん、その人。めちゃくちゃラッキーですよ、もうやばない、ガチャ配り落ちたんだね、今日。あ、ガチャを配るの？いや、ガチャを配ります。10回分、はいはい、ミスターライラックスをちょっとこの店内から選ばないといけないので、選球眼が試されますよ。あ、なるほど、自分が、俺らが選ぶから、ね、そうです、僕らが選ばないといけない。なるほど、分かりました。やっていきましょうか。はい、対決、はい、やっていきたいと思います、はい、じゃあ、ミスターライラックスを探していきたいと思います。ちょっとですね、めちゃくちゃ素敵な方が通っていったので、ちょっとその方にロックオンして声かけていきたいと思います。ちょっと行きましょう。あ、ちょうどいらっしゃる、ちょっとね、素敵な髪型の方。あ、すいません、はい、お話伺っていいですか？大丈夫です。我々しがないパーツメーカーでライラックスというメーカーのものご存知ですか？あ、ありがとうございます。ちょっとね、来店された瞬間から髪の色がすごい素敵だなとちょっとサバゲーマーですか？これから始めようかなとかだったりとか、何回かこう本当に友達に誘われてだけど、本格的にやろうかな。めちゃくちゃちょうどいいですね。ライラックスガチャっていうのがこの入り口の方にあるんですけど、それを回していただこうかなと思いまして、はい、まあ、もちろんね、お金はこちらの方で負担させていただきますので、それはもうこれからサバゲー本格的に始める方にはもうめちゃくちゃいいかもしれない。ご協力いただいていいでしょうか？試してみて。じゃあちょっとこの方と行きたいと思います。ありがとうございます。ライラックス、ノムさんです。よし、決めていこうかな。もうね、
お客さん、僕ちょっと目星つけてるんですよ。さっきね、もう多分ここのお店のお客さんだと思うんですけど、エアガンをね持ってる方いたんで、もういきなり突撃します。いきます。あの2人多分ね、あの 41PX でね、もうカバンとか持ってあるんでね、鉄砲コートばっかりやと思うんですけど、突撃します。すみません、怪しいものではございません。ライラックスっていう会社知ってます？ありがとうございます。ありがとうございます。で、あの今お買い物したところ、あ、はい、そうです。何買いはったんですか？ 45G の、はい、あの FAR9、 あ、はい、FAR9 ただいまご購入されたばかりのお客さんなんですが、ライラックスガチャって知ってます？わかんないですね。わかんない、わかんないですか？あの入り口のところに、あのおすみさんの写真があった、怪しげな箱あったの。あー、なんかあのパネルを見かけました。やってみたいと思います。ちょっと気になって、ちょっと我々ライラックスが無理やりお金渡すんで、はい、回してくれという企画でございます。え、じゃあやってくれますよね？あ、大丈夫です。はい、じゃあモノモさんチーム決定でお願いします。これいただけるんですか？これいやいやいや、はい、というわけで、はい、一緒にご協力していただける、はい、ガチャを回していただける方、はい、はい、決まりましたので、はい、はい、じゃあ深夜チームの方、もしお名前よろしければ。早坂です。早坂さ ん、 さん、はい、じゃあ農産チームの方はこちらの2名でワンチーム。2名、はい、じゅんさん、山口さん、じゅんさんと山口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ順番で、はい、1回ずつガチャを回す感じでいきましょうかね。はい、いいもん持って帰りましょうね。はい、頑張りましょう。はい、じゃあ先行後攻、ちょっとじゃんけんしようですか？はい、最初じゃんけん、ほいしょしょしょ、じゅんさんの方から。じゃあ先行。はい、まずじゃあノブさんチームのじゅんさんから行って、こうこうしましょうか。はい、こっち2人連続でやる。わかりました。はい、じゃあもう一発目ね、出してやってください。そしたらもうこの企画終わるんで、我々は早く大阪に帰ります。それでは軍資金の3000円を、はい、機械の中に入れていただいて、これ一発目出たらテンション上がるな。一番いきます。はい。実際動くの初めて見るんですよ、俺も。じゃあ、さあ、ではまず一発目、お願いします。あ、来た。来た。開けちゃってください。当たるな。当たるな。D 賞、 D 賞ってあかん感じ。D 賞、あ、ガスか、 BB 弾か、 BB ローダーか。あ、まずじゃあこれね、1個目、はい、はい、持っていってください。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ次は深夜チーム、じゃあこの3000円でもうこれで当てていただいて、大阪帰りましょう。はい、一緒に帰りましょう、大阪に。じゃあまず早坂さんの一発目、はい、行っていただきたいと思います。セット完了。じゃあこのボタンを押していただいて、はい、いきます。さあ、もうこれ当たりの音ですね。一緒、一緒。あ、なんかもうこれ当たりの音です、ね。どうですか、あれ、紙だ、紙。さあ何賞でしょうかと。なーに賞ね。まあ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 、まずは一発目ですから、一発目ですからね。続いて、いっちゃってください。お願いします。スチョ、どうぞ。いきます。ドン。お、これはね、手応えありました。マジですか？申し訳ない、申し訳ない。何の手応えだ。じゃあもう一回、はい、3000円、はい、はい、深夜チーム2回目お願いします。一緒。いや、あ、もう今のボタン手応えありましたね。単純ボタンに手応え、ボタンに手応えある。お、これは2回目でも出ちゃうんじゃないですか。何、さあ、D 賞です。まあ、
現実はね、そんな甘くないですね。あ、ちょっと今、重たい音したよ。マジですか？知らんけど。カラカラカラですね。あ、負けてます？もう。一緒っす。これ、なんか入ってへんみたいに思われる。まあ、この3度目の正直ということで。はい。はい、もう、ノムさんチームの3度目の正直終わっちゃったんで。俺でもほんま全部 D やと寒いな。3度目の正直、まあとりあえずね、C とか当てとけば今のところイーブンは取れるので。さあ何賞でしょう。あ、これもう D 賞です。これもう D 賞です。もうでもね、これ出てるんで絶対減ってるはずなんですよ。お、来た。入りました。入りました。一番軽い。四回目お願いします。さあどうだ。あ、僕のちょっと早かった。D 賞でございます。当たるな。入ってます？入ってない可能性だったらこの企画やんないっす。じゃあ行きます。はい、お願いします。行きましょう。もう無言じゃないですか。でも無言ですよ。じゃあ5回目いきたいと思います。ここで D 賞。中の数ちょっと見ます。あ、ちょっと見てみましょう。おすみさん。はい。読んだ。はい。どうなってんのかちょっと見たいな。なるほど。ちょっとじゃあうち店長に聞いてですね。はい。鍵を持ってきて。はい。開けさせてもらいますか。お願いします。開けちゃおうよ、じゃあ。つい昨日あたり A 社を慣れてらっしゃって、はい、まだいっぱい入ってるらしいですよ。あ、入れ替えたばっかっすか。入れ替えたばっかなのに。よく当たるんだ、本当に。ね、大丈夫ライラックス。いや、あんまり面白くないですよ。ね、あ、ターンと入ってるわ。ああ、ターンと入ってるな。ターンと入ってるわ。はい、決めました。ありがとうございました。とんでもない。今の多分、おすみさんマジックで。マジっすか。あ、ああ。お、なんかでも、音が。違うから、俺そんなばっかりだよ。音が。全部冷えから。D 賞。ちょっと作戦会議。ちょっと気合い足らんのちゃいますね。そうですね。じゃあ次もうボタン押すとき心からよこせーみたいな魂の叫びとともにボタンいきます。もうそろそろ出してもらわんとうちも困るんです。いきます。はい。いきます。なんか。ピンポン玉みたいな音しましたね、今。よいしょ。じゃあ。はい。物欲センサーに、ちょっとみんな惑わされてます。いや、もうこれやるやつ物欲あるからね。まあ、確かに。じゃあ、心無にしていただいて、物欲があると当たらない、うん。お願いします。さあ。命削っていきましょう。いきます。はい。いきます。力与えるね。お願いします。ピンポン玉の音の時はさっきも分かったポンポンポン世界卓球みたいな。僕はね、ちょっとガス欲しいっすね。D 賞めっちゃ欲しいっすわ。ちょっと欲しいな。 D 賞とかね、玉狙っていきましょう。行きましょうか。おいします。お願いします。玉でいいんだ。僕たちは玉でいいんですよ、本当ね、ガスとか玉でいいんです。どうだ。ちょっと欲しかったね。狙い通りです。9回裏この1本のホームランで企画が出るかねぐらいの感じっすよ。そうですね。いくよ。うわうわいきますよね。まあ、自信のほどはここまで、まあ、ここまでは変わってきてますから、得が。さあこれ、20個 D を減らす
す企画ですか。そうそう、他の人を当てやすくする企画でしたっけ。どっちに転んでも俺らの勝ちみたいな感じなんで出ても、皆さんに喜んでもらって勝ちやし、出えへんかっても20個減らして次のお客さんに幸せが舞い込むね。おすみさん、イエス出せますよね。もちろん。よし、これできた。でもほんまドラマっすよね。じゃあ一緒にしましょう。いいでしょう。一緒にしましょう、はい、いきますよ。3、2、1、ゴー。おお、いや、ちょっと実力不足でしたね。あ、正解。両チーム含めてのラスト3000円、ここで当てちゃいたいと思います。頑張ってください。頑張りましょう。もうラスト1、ちょっとドラマを見せてもらいます。バーバーバー、お願い。おお、お、なんかこの音は大丈夫なのこれ。いやいやいや、大丈夫大丈夫ですねこれ。手の声、手の声、どうしたらいいの。せめて C 賞、B 賞欲しいよね。リベンジマッチ、延長戦、延長戦します。いや俺はいいんだけど、してねえんかったら地獄。いやいや違う、まあまあ地獄ですよ。やりますか、延長戦。時間大丈夫ですか。お時間大丈夫ですか。了解ですね。はい、受け止まります。すいません、たぶん100。あ、頑張ってね。D 賞以外が終わり。はい、お願いします。頑張れ。お願いします。ほんまにお願いします。切実。ほんまにお願いします。エクストララウンド1回目、行きましょう。ドン。うん。なんかお金の重みをね、ちょっと分かってきました。こう身が削られていく気持ち。お願いします。やっ。ドン。何しようやと思います。意外がいますね。ですね。はい。やっ。ありがとうございました。ほんまにお願いします。はい。はい。ゴー。誰この企画考えた。本当。帰らせてください。お願いします。ほんまけ？すいません、長い時間拘束してしまって。久しぶりにこの収録は精神がすり減るような、ね、自分の実力では何もどうにもできないっていうこと。お願いします。いけ。期待したか、期待した。もうどうせ D でしょ、もうどうせ D 相手にもどうせ D。 ちょっとよかった。あ、すごい。ナイスか。一旦のラストでございます。お願いします。
マジで放送事故っす。違う。流せんのこれ。え、なんか俺のせいみたいになってる。一旦閉めます。はい、というわけで終わりましたけども、今回はD 賞30個当てる企画大成功というところで。違う違う、30個減らす。これ結構当たるっていうふうに私ね、宣伝してるのに、何このデータって。いやいや、すいません。計算上、はい、多分20回も回したら絶対いいの出ると。そうですよね。思ってたのにもかかわらず、このお三方の運のやつ。これだけ減りました。下手すると次1回回しただけで、はい、出るんじゃないのぐらいまで上げときました。はい、凝縮 D 賞も、はい、あの BB 弾、はい、ね、それからハイバレットガス、この大量の大量の BB ローダーってことで、はいはい、まあ、皆さんみんなね、こうあのガスも高いわけですね。そうですね、だから穴がち外れではない、はい、しかもノブさんのお金で、はい、自腹切っちゃいましたからね。まあそういった形でね、はい、このライラックスガチャの方も、こちらの秋葉原店、そうですね、それから、エリア41、はい、横浜にございます。それから、名古屋の、はい、ポートレスさんの方にも、設置してありますので、皆さんよかったらご利用の方よろしくお願いします。我こそはという方はもうぜひ。エリア41横浜に置いてあるガチャはですね、はいはい、この日に当たっちゃったっていう、あれやばいですね。ほんまにあの、そして翌日も当たったっていう、うちの中でもちょっと話題になってました。そうですそうです、あまりに当たるんで儲かんないって。そうなんですよ、これ大丈夫って言ったのね。いやー、まあでも皆さんこうやってね、あのドキドキハラハラを楽しんでもらって、はい、なおかつあの商品の方をゲットしてもらえたらね、面白いと思いますので、はい、またあのどこかで我々こういうところを出没して、無理やりやらせる企画をやるかもしれないんで、その時は皆さんよろしくお願いします。やるんですか、やるんですか。このまま引き下がられへんからやりましょう、はい、また次回楽しみにしておいてください。はい、じゃあ、皆さんお時間今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。次回またね、バイバイ。あ、シーが出ます。ご視聴ありがとうございます。新商品やパーツ組み込み動画はこちら。 And if you guys are looking for cool gameplay and entertainment content, don't forget to check out our international channel right here. Don't forget to subscribe. Yay!